全部使っています。まずは AK12 から順番に使って AK12、SKYGM416、SAR、AK、ファマス、AUGM16 で CZ、で CBZ、R6000、ASL85A2AR、ブルドッグ、アーバカンと。ちょっとね、途中からスタートなんだよね。でももうハードコアサーバーかよというか、全武器使い切れるようなね、サーバーがね、残念ながらここしかなかったんですよ。もう、アメサバのハードコアサーバーでやるしかない。が、まあ、ハードコアサーバーでも、そんなに変わらんでしょう。ってことでやっていく。さあ、どうする？ C 側に寄ってみるか。ん？なんだこいつ。お、いるじゃん！思いっきりおるやんけ。よし、やった。な、殺したなんか感覚はないな。え？なんかさ、ヒットマークがないから殺した感覚はないんだよね。さあ、声だ、顔出してこい、ここから。AK12 で撃ち抜いてやるわ。あ、大丈夫だった。AK12 は撃ち抜けるからね。だ、こういうのは弱い、こういうのは弱い、こういうのは弱い。ちょ。よし、オッケー。AK12、リョロド。そして、アルファが取られているので、こう見るが、見るがやばそうだな、これは。これはまずい匂いがする。こっち側に、早急に回り込む必要がある。まずい、手遅れか！大丈夫だ。来てね、これ、もしかして。え？味方か、よかった。ここで待機、待機ありだな。いや、もう一個の上に登って、いや、引きようか、さすがに。そんな愚劣な手は使えん。なぜなら私は AK12 使いだからだ。あ、いた。あの、結構強いな。まあ、これ、ハードコアだからって。あれ？おお、味方がカバーしてくれた。ナイス、裏か！ん？やってくれたらしい。うわー、マジか！いや、グローザでやられるしかも、ヘッドショット抜かれたな。スカイチだ、ドン。スカイちゃんね、長持ちしてほしいよね、危ない。おっと、危ない。あそこか。スカイチまずいな。コヨーテサイト持ってくればよかった。非常にこれ見づらい。おいおい、ちょっと待って、なんとかしてくれ。おお、やったか。うん。アルファ、チャーリーが取られたことは多分アルファ裏回られるな、これ。時間の問題だぞ、こっちから回ってくんの。そして、両側からブラボーと、両側から挟まれる未来が見える。危ね。よし。OK。よし、じゃあ、ブラボー下まで降りていくぞ。ちょっと味方と同じ経路をたどろう。まあ、大丈夫そうか。むしろアルファの中を警戒するし。アルファ、来そうだな。今にも入ってきそうだ。おいおい。おい、取られねえぞ、アルファ。どうなってんだ。チャーリーが取られてんの、チャーリーが。なぜアルファが取られんのだ。私の計算違いか。まあ、チャーリーに行こうか、そしたら。よし、全滅。ブラボー、あ、アルファ、やっとアルファ取られ出したよ。こっち側か、大丈夫。さあ、どうする？出てくるな、多分。さあ、出てこい。もう、弾ないんじゃねこれ。弾がない、もう。弾、あー、もういいや。弾がなかったからしょうがない。M416 でいきます。スタビーと、ちょっと待って、あ、こようてにする、こようてに。よし、スポーン。ブラボーが、これだ、ブラボーにいるな。いないか。なんだ？よし。リロード早いな、やっぱ M416 は。M416 のリロードの速さは定番だ。よし、このまま、前進する。大丈夫だな。なんかボコボコにしてるから割と狩りやすいね。逆にそんなことしちゃうと早く終わっちゃうんだけど。アルファ大丈夫そうだ。さあ、どこが押される？チャーリーか、次は。よし、チャーリー、左に、一体！危ない！さあ、来い！やりよるなぁ、今！そっか、インパクトとかあったのか。はい、次、SAR です。いや、アンロックしてないんですよね、SAR。SAR 全然アンロックしてない、もう。そもそも使っていいのかっていう。アンロックしてなさすぎじゃねえかっていう。だから、本来の強さは発揮できないのは間違いないんだけど。なに、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 なに！エンゲンいきまーす。ブラボーは取られてんのか。よし。下からカバーしに行きましょっかね。いないな。こっか。マジか！あいつぎファマスと。ファマスはね、ある程度はちょっとキルしたいけど、ファマスは。よし。まあ、奥にまだいるだろう。あ、上いいのか！よし、やった。今、下にいなくてよかったな。下にいて、下からカバー入られたら割と終わってたぞ。まだチャーリーがいるみたいだな。よし、チャーリーに行こう。上で撃ってるでしょ、これ多分。やっぱり。わっ！ということで、次 AUG です。あ、まずい、まずい、まずい、間に合うか。よし、間に合った。足音がしないので前進。
そして起こしていないね。なんだ、そっち側か。どこだ。まあ、ちょっと撤退しよう。一回引いて。おっと、さあ左から来い。右からか。今この裏にいない、いないようだな。よし、ブラボーに向かうか。ブラボーも進行してきてんじゃねえのか、敵。あ、やばい、味方撃っちゃった。悪い、すまんすまん、俺だ。そんな伏せてびっくりしないでくれ。それは俺なんだ。当たんな、マジかよ。ブラボーに前進。危なっ、かなりこれ、おしっぱでいいな、SR。ぶっぱ武器だな、ある意味。やばいや、うわー、マジか。あー、まだ蘇生された。これ、弾大丈夫か、なくなったりしねえか。つか、ハードコアモードってリロードしたら全部リロードされるんだっけ、あの、マガジンごと。どうだったっけな。やばい、やばい。そうだったら俺はかなり弾の無駄遣いしてんな。その可能性が出てきたぞ。そっちで待つ普通。次、SR じゃなくて NUG もこだわりだ。つまり M16A4 に行きまーす。M16、はい、コヨーテ。ないー、コヨーテがないーってことで、ある、まずはアルファの中を。おいおい、なんか、アーチャーがいる、アーチャーが。やばい。チャーリーに一人向かったか。チャーリー取れ、チャーリー取れ。よしよし、取った。ん？ん？と思った。チャーリー早いところ味方取ってほしい。気づいたんだかな。完全になんか同化してて気づかなかったな。どうやって使うんすか、 CZ とか。正直もうなんか使う気すらしなくて、なんでしまっとんねんよ。よし、オッケー。あれ、やばくね。んーな、こういう武器か。おそらくアルファを取ってると予想。What？ あー、一瞬だったな、今。うわ、ハードコア怖いな。こんな一瞬で殺されるのか。ということで、次はキー。はい、エース23です。来ました。ようやく来ました。みんなのエース。はい、みんなのエースがやってきましたよ。ブラボーに敵おるみたいですね。まずいぞ、これは。ちょ、引けねえ。危な。危ねえ、エース兄さん。そんな簡単に死にたくないしな。よし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 、撤退完了。エースは無敵ということを見せやろうじゃないか、チャーリーの敵を。右側に引っ込むじゃね。次だ、L85。L85 は中国の武器だ。さあ、人民解放軍の力、ここで遺憾なく発揮させてもらおう。これでマップ見れるんだよ。これおかしいよな、これハードコアモードだね。これでマップ見れんだぜ。あー、やばい。あー、これが人民解放軍か。人民の命軽いからね。しょうがないね。多少はね。ちょ待って。人民解放軍は死なん。昔だな。スパルタにはね、不死身の軍隊というのがあったらしい。でもその不死身というのは本当の意味での不死身じゃなくてな。死んでも後ろの奴が補充してきて、もう、人海戦術で、まあ、スパルタじゃない、ペルシャ。ペルシャにあったらしい。スパルタが戦った相手だった。中国共産党の人民軍もそんなもんだ。まずいですよ！ NEXT WEAPON。知らない子ですね。知らねえ子だな。AR120 だが、なんだそのアサルトライフルか？そのまんまだな。いや、これまずいぞ、これ。いった！ちょっと待って。さすがに死にたくはない、まだ。どっから来る？いないな。あ、なんだあいつ！うわぁ。ブルドックはまだ使えるんだけど、残念ながら、カスタムをアンロックしてないんですよね。カスタムミアンロックなんで、ブルドックじゃちょっと、でもなんとか終わりそうだね。危な！なんか金属音しない？なんか。チャーリーか、私が突っ込もう。いないか。なんだこの音は。
ちょっとしかもたぶんすぐなくなるな、おい。あぶね。よし、やったか。チャーリー取ってやろう。裏側に回り込む。アルファの裏、多分間違いなくここに置くはずだ。いや、そのまま行こう。ブルドッグは強肩。噛みつきにかかるぜ。いた。あぶね。ウィングずれた、一瞬。なんだと？裏か。さあ、回復パックをレディーして。ちょ、危ねえよ、インパクト、その。いた。やばい！あー、くそー、起点利かしてあれ撃とうと思ったのに。さあ、最後の武器、アバカンです。やっていきましょう。はい、バースト撃ちかな、これ。バースト撃ちやっていきましょうか。アルファの中だな。よし。アルファの中やってやろうじゃねえか。あ、アルファ取られてん。あ、これやばい。鉢合わせになるぞ、これ。よし、二人やった。そのまま、そのままでいい。そのままアルファを攻め取る。右側は大丈夫だ。多分左側にいる敵は、右側にいやがった。危ねえ。俺今一瞬でやったのか、俺。まだ嫌がるな、奥に。お前死ぬぞ。そんな打ち方してたら。よし。起きろ。朝は早いぞ。ちょ、待っちょ。うわー、マジか。うさすか、最後。おい。最後、うさすでやられるかー。マジかー。あー。あー、マジでー。せめてもうちょっと頑張りたかったなぁ。ってことで全武器で45キルしました。あ、お疲れ様でした。はい、くんでした。またね。バイバイ。あと5キルしたかったな。50ちょうどくらい行きたかったね。はい、バイバイ。はい、私 G2A のスポンサーサイド受けていまして、マットマックスっていうね、ゲーム安いんですよ。1986円。スチームで買うといくらだっけ？まあ、相当アホ高いんだけど。どうしようかな。やろうかどうかちょっと悩んでるんですよね。まあ、やろうと思ってもね、これストリームのね、俺、自分でクリアできないんだよな、なかなか。ということで、みんなやってみてください。またね。バイバイ。